始まりました。本日なんですけど、今日は恐ろしい日なんですよ。バッケルー、おめ誕生日の人を見てるかもしれないだろ、バッケルー。すいません。今日は杉永チャンネルの YouTube 動画投稿本数300本目の日なんです。はい、こちらでーす。300だって。じじじ古いよ。これまでにも50本刻みで、今の僕の YouTuber としての思いと、いつも見てくださっている皆様へ感謝をお伝えしているんですけど、今日もそんな感じの動画にしていきます。動画を長らく毎日投稿して今現状どうなっているか、今日の動画は感謝の動画ですので、いつも応援してくれている方はもちろん、 YouTube を頑張っている方、そうでなくても目標に向かって何か頑張っている方、どんな方でも大歓迎なんで、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速始めていきます。レッツー300ジジジ、どうぞ。早速始めていきます。やっちゃいます。いくよ。それでは改めまして、杉永チャンネル動画投稿本数300本目、皆さんいつも見ていただき応援していただきありがとうございます。チャンネル登録者数はですね、まあ上がり下がりもあるんですけど、661、660、659、下がってんな。YouTube を始めた最初の頃から考えると、本当にとんでもない数字。 YouTube をやっている方ならこの数字がどれだけ難しいかわかると思います。結構大変。ジジジ、今では本当に多くの方に見ていただいてるんだなぁと実感します。届いているんだなぁと感じています。嬉しい、楽しい、大好き、ドリカムくん。今年2020年2月20日から動画投稿を始めて、そこから毎日動画投稿を続け、今日で286日目。そうなんです。最初の頃は1日に何本かアップする日もあって、286日で300本、9ヶ月と12日で300本でした。数たくさん出したからなんなんだよ。じゃあやってみて。すいません。始めてから9ヶ月、自分でやっている美容室で仕事をしながらなので、相当厳しい日もあるんですが、早起きしたり夜更かししながら毎日欠かさず YouTube に動画を投稿してきました。雨にも負けず、風にも負けず、室内だろ。確かに。あしかしたかし。 YouTuber としての一つの目標でもある YouTube の収益化の条件は、過去12ヶ月の総再生時間が4000時間と、チャンネル登録者数が1000人なんですけど、チャンネル登録者数も増えたとはいえ、まだ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 足りていない。もっと頑張れよ。押してん。でもすごいことも起きてるんです。なんとララランド、なんと総再生時間の方は8000時間を超えています。ジジジ、収益化の条件の4000時間の2倍以上。2倍なら収益化して。お願い。それも皆さんが僕の動画をちゃんと見てくれているんだな、その結果だなと感じています。これは僕と皆さんで達成した記録です。やったね。嬉しい、楽しい、大好き、ドリカムか、ドリームズカムトゥルーか、夢かなって。一つの目標としてチャンネル登録者数1000人も必ず達成していきます。応援よろしくお願いします。本当にいつもありがとうございます。僕も YouTube 動画を9ヶ月以上投稿しているので、やっぱり心が折れそうなタイミングは何回もあって、 YouTube を始めた当初は撮影も編集も今よりもっと下手で時間がかかる、だけど全然見てもらえない、やっている甲斐がないな、そんなことさえ思っていました。やめようかなと何度も思いました。いつだってやめることはできたし、諦めることもできた。でも諦めずに続けていくうちに、見てくれている方も増えていき、少しずつコメントもしていただけるようになり、チャンネル登録者数も増えていきました。そういったことが自分の動画投稿のモチベーションを上げてくれました。本当にありがとうございます。何度も何度も心が折れそうになったこともあったけど、不思議なことに自分が本当に辛いなと思ったタイミングで参考になりました。動画投稿楽しみにしています。動画を見て元気をもらいました。そういったコメントが僕が本当に辛いなと感じているタイミングで来たりするんですよね。皆さんは普通にコメントしただけだったかもしれませんが、僕にとっては本当に大きかったです。そういうコメントがなければ、こうやって300本も動画を上げられなかったかもしれません。こういった体験があるからこそ、一人で孤独にはやっているんですけど、皆さんに支えられながら続けていられるなぁと感じています。そう思えているからこそ、動画を作っていく時もここで笑ってくれるかなと思いながら楽しく編集できたり、少しでも皆さんの参考になるように、どういう言葉を使えば皆さんに分かりやすいかな、最後まで見やすいかな、ちゃんと皆さんのことを感じながら考えることができたり、投稿する時間が遅くなってしまったとしても、動画を待っててくれている人がいるんじゃないかな、そう思えて疲れてきても最後頑張れたり、最後まで妥協することなく取り組めているんだなと感じます。時々ふと思うんですよね。 YouTube を10本ぐらいとかで早々にやめていたらどうなっていたのかなって、自分は今頃何をしてどうなっていたんだろうと思うんですよね。同じ時間は過ぎたとしても、結果は全く異なっていたと思います。今の方がどう考えても自分は成長しているし、自分自身今の自分の方が好きです。それと同時に、皆さんにこうやって知られることもなかったし、逆に皆さんのことを知ることもなかった。どうなってたんだろう。そう考えると少し怖くなります。
今だって YouTube をやめることはいつだってできるけど、そうしたら皆さんの記憶から僕は消え去り、何気なく時が流れていく。忘れ去られることがもう怖いんですよね。またあの人なんかやってんな、この人こんなことしてて恥ずかしくないのかな、そう思われていたとしても誰かの記憶の片隅に存在していたいんですよね。だからこそこれからも YouTube を続けていきます。今の結果は必ずしも成功しているとは言えないかもしれない。もっと頑張らないといけないと感じていますけど、成功するまで僕は続けます。 YouTube を見る側から投稿する側になって、大変なことももちろん多いけど、自分なりに一生懸命頑張っているな、何より精一杯生きているな、楽しんでできているなと思えているし、皆さんが動画を見てくれたりとか、グッドボタンを押してくれたりとか、チャンネル登録してくれたりとか、そういったリアクションをしてくれるから、誰かの役に立てているなと自分の存在意義を感じることができています。本当にそう思わせてくれてありがとうございます。毎日投稿を9ヶ月以上続けて、今日こうして300本目の動画を上げられているのは、確実に皆さんがあってこそ、皆さんと一緒になって達成できたことだと思っています。まだまだ僕なんて発展途上ですが、これからも皆さんの役に立てるように、元気を与えられるように、これからも頑張るので、本気の男の挑戦を見守ってください。これからもよろしくお願いします。今日は真剣な感じでお送りいたしました。どうかこんな僕のことも嫌いにならないでください。最後にもう一度、いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。今日は皆さんに感謝の気持ちが伝えられてよかったです。それではまた明日会いましょうね。バイバーイ、ありがとう。